れであげようか。あ、どっちでもいいけど。そうそう、いや、いいよ別に。いやいや、だからコンビニ行くから。暑いということは、この時間でここ暑いな。今日やべえな。はい、気をつけよう。そう、登りはゆっくり来てえな。やばいなこれ。ポップの干しぶどうじゃん。なんですか、わかどれ。あんま見せないでよ、くれると思っちゃうから。それ食べないですか。環境変わるとうんこ出ねえのな、おしっこ出ない。やめろよ。あ、いや、あ、なんか確かになんか登山道っぽいとこあったな、確かに。でしょ。でもあれ作業用の道じゃないの、うん、ただの。違うと思う、これないと思う。あったらああいう、なんつうの、あ、これは違うけど、こういう風にさ、うん、看板立ってるから、ここかと思ったの、登山と全然違った。これ多分何もなくね。うん、でも一個確かに上がってくる道あった、踏み跡あった。あった、そう、なんか普通にあったけど、多分あれ作業用の道だと思う。うん、ないと思うよ、この子。あったら書いてある、絶対に。うん、ここって書いてある。ないない、何山とか。ないない、おばみ山とか書いてある。あ、ごめん、おばすて山とか。面白いと思って行ってんのかな、これ。結構ここ土砂崩れ起きそうだな、今年の台風。うん。ここあれだよ、溝走りしたらマジで溝落ち走りになる。溝走りしてもこれさ、ガゴガゴってなるだけで。溝落ち走りになるよって。うん、落ちるよこれ、溝ないから。家はここ蓋しちゃう。これ昔なかったんでしょ、だからね。あー、ふとしちゃうと詰まっちゃうからね。うん、怖いな。うわうわ、ここでなんかね、潰れてる車見たことある。溝に入ってで、あー、すべてスピードセンターしすぎなきゃ大丈夫だと思うけどね。うん、ファイターが来たぞ。そんな出してない気がするけど、うん、スピードファイター2。バトルギアってあんのかな、長尾通り。ありそう。しかしそうなると、やっぱあそこの乙女駐車場はすげえありがたいところにあるよな。うん、ちょっと峠で疲れた時に休めるし、広いし、お手洗い24時間入れるし、うん、自販機まであるしね、うん、結構ありがたいよね、あんだけ揃ってたら。うん、正直トイレと自販機あるのって一番ありがたくね。まあ、
トルギア、はい、パトルギア。しかも目の前には絶景かな、富士山。オデブギア。その他、あそこ長峠のさ、丸だけの駐車場もさ、もっと綺麗にでかく見えるんじゃん、ちゃんと。まあね。いや、やっぱ明るい時に行った方がいいね。夜よりこれだな。うん。これ早朝がいいね。ね。時間に余裕がある。うん。よいしょ。やっぱライトつけた方がいいね、これ。私たちは早く出ても帰る時間があんまり変わらないって可能性高いのが前だけど。借りてんだよ俺は。パチスロマニア。パッパッパッ。ああ、おーびっくりした。仙人のように。ああ、なるほど。知り合いのバイクかなんか取ろうとしてるわけだあれ。望遠レンズで。うん、ちょっと仙人だったよね。うん。座り方は。契約させられてんの。とどういう仕組みか知らねえけど、あれひでえシステムで。よいしょ。あれ虫じゃなくて草花じゃなかったっけ。虫虫、変な虫がいたから何の虫かなって調べたらさ、なんか似たようなやつで草花のそういうサイトもあるよね。あるある。それも危ないのかね。二度と使わねえと思った。攻めてたから、うん、やっぱみんなライトつけたら、あー、いやだな、これさすがにブーって感じだ。よいしょ。はいね。今来るバイク取ろうとしてるのかな、仲間だったり。わかんない。あのおじさん結構渋いおじさんだったな、うん、構えてた人、うん、しかも来た100万ぐらいする高い防衛ネット。諦めるよ俺。あ、そうだ、そういう運命だったのにって思う。トラウマの人。うん、本当にバイク多いんだけど。逆にこっちから行くと、
下りが多くなって面白い。